回子供が生まれたことを機に、思いっきり泣いたりとか思いっきり遊ばせたいなと思ってマイホームを購入決めました。内装や外観もシンプルでおしゃれで気に入ったので即決でした。購入を決めた理由としては、外観のスタイリッシュなデザインと、あと内装はこの吹き抜け天井の高さが気に入りました。一生に一度の大きな買い物とも言われるマイホームの購入。皆さんが購入する際、何を決め手にしますか？企業魂、今回は競合他社ひしめく中、デザイン、内装、設備などお客様目線のこだわりを取り入れ、今注目されているハウスメーカーを紹介します。静岡県清水町、新日本住建グループ。事業内容はマンション分譲、建設、リフォーム業、仲介業、賃貸業など多岐にわたっている。その中で最近特に注目を浴びている事業が戸建て分譲事業である。モダンな外観デザインや吹き抜けを採用する空間設計による開放感、またオール電化住宅により光熱費の軽減など、弊社がオリジナルのブランドとして展開している建売邸宅、それがファインアビニューです。新日本住建グループオリジナルのファインアベニュー、2021年だけでおよそ50棟の販売実績を誇っている。その人気の秘密はどこにあるのだろうか。実際に購入された顧客の声を聞いてみよう。奥様と0歳のひなせちゃんとの3人家族の飯塚さん。他の建て売りにはない設備と仕様が気に入り、即購入を決めたとのこと。具体的に話を聞いてみた。気に入っている設備は3点あります。1点目が、普通車3台がゆったりと止めることのできる駐車スペースです。もう1点が、リビングになるんですが、シンプルな作りのキッチンと、吹き抜けで天井が高いため小さい子供がいても、ゆっくりとリビングを見渡すことができます。3点目が庭がついているところです。まだ庭の方に、何をするかは妻と検討中なんですが、子供が大きくなった時に思いっきり遊べられるような庭にしたいと思っています。沼津市にファインアベニューを購入した大竹さんは、子供が小学校に入学するタイミングで購入を決断。吹き抜けによる開放感と日当たりの良さが特にお気に入りとのこと。購入を決めた理由は、立地条件的な部分と、あと娘が、来年から小学生に上がるにあたって、自分の部屋を持たせてあげたいということがあります。で、最終的な決め手としては、営業のですね、中井さんが、購入にあたって懇切丁寧に、相談に乗ってくれたことが、最終的な決め手になりましたと語るように、大竹さんの決め手に大きく関わったのは新日本住建販売の営業担当の対応力とのこと。営業社員に接客や仕事に対して心がけていることを聞いてみた。不動産購入はお客様にとって一生に一度のお買い物となるので、物件を気に入っていただくのはもちろんなんですけども、その他にこの人から買ってよかったと言っていただけるように、お客様と本音でお話し合いができるよう、私からのお話ではなくお客様からお話を引き出せるような関係性を築く接客を心がけています。接客では誠心誠意をモットーに、お客様にとって何が一番の優先事項なのかを対話を通して確認するよう心がけています。資金相談の面や本心での不安な部分をお伝えいただけるよう、雰囲気作りには特に注意しているところです。以上のように設備や仕様にこだわった建て売りというハード面と、顧客に対しての心遣いや気配りなどのソフト面の両面により、販売個数を伸ばしている新日本住建販売株式会社。今後のさらなる展開を岡はこのように語った。ご検討いただけるお客様のさらなるご要望にお応えできるよう、ファインアベニューのアップデートはもちろん、弊社仲介事業の強みを生かした土地からの注文住宅により、お客様のご希望エリアでの供給を図っていきたいと思います。